バレーボール 2006-07V プレミアリーグは2007年1月6日から2007年4月15日にかけて行われた V プレミアリーグの大会である。前年までの V リーグが拡大され大会名称も変更となった。男子4回戦、女子3回戦争あ当りのレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位四チームがセミファイナルラウンドに進出し上位二チームが 優勝決定戦を行う。セミファイナルラウンドがページシステムから1回戦争当たり方式に戻され、優勝決定戦も1試合で行われるように変更された。1月6日、1月7日、1月8日、1月13日、1月14日、1月20日、1月21日。 1>, 1レックの結果1月27日1月28日2月3日2月4日2月10日2月11日2月12日2レックの結果2月17日2月18日2月24日2月25日3月3日3月4日3月10日3レックの結果3月11日3月17日3月18日3月24日3月25日3月3十一1日4月1日 4レックの結果4月6日4月7日4月8日4月14日4月14日,4月,14日4月15日この結果 NEC と大分みよしが次期プレミアリーグの残留を決めた1月6日1月7日1月8日1月13日1月14日1月20日1月21日1月27日1月28日1レックの結果2月3日第1セットの39から37は 女子大会における最高得点記録である。2月4日、2月10日、2月11日、2月12日、2月17日、2月18日、2月24日、2月25日。2レックの結果、3月3日、3月4日、3月10日、3月11日、3月17日、3月18日、3月24日、3月25日、3月31日。 サンレックの結果4月6日、4月7日、4月8日、4月15日、4月14日、4月15日。この結果、日立沢とトヨタ社体が次期プレミアリーグの残留を決めた。ありがとうございます。